りこんにちは。今日は、こちらの芝刈り機を使った草刈りについて、紹介したと思います。サイエンスラボの畑に来ました。梅雨が長引いていた関係で、なかなか草刈りができませんでしたが、ようやく梅雨が明けまして晴れましたので、草刈りを行いたいと思います。まずそれぞれの今雑草がどんなものが生えているのか、それを簡単に紹介したいと思います。白い小さい花を咲かせているのはイネ科の雑草のイヌムギです。繊維が非常に硬いので、芝刈り機を使って草刈りをするときに、ちょっと邪魔になる植物の一つです。イネ科の植物はこれはカヤツリグサですね。非常に葉っぱがツルツルしていて、かなりサイスラボの畑にもたくさん生えてます。こちらのこの特徴的な細長い方が出ている植物が、これが、メヒシバです。メヒシバというのはこのように中央から長い茎を伸ばしまして、ほふく性といって、茎から根っこが生えて広範囲にその生息域を広げていく植物の一つです。特に今の時期はこのサイエンスラボの畑にこのメヒシバが穂を出してたくさん花を咲かせている状態です。この小さな紫色の花を咲かせているのが、おそらくキュウリグサだと思います。ネギクと呼ばれる、植物ですね。可愛らしい花が咲いています。こちらは白爪草、クローバーですね。先日サイエンスラボの田んぼのあぜから移植したものが生着したようです。こちらは先ほども言いましたがメヒシバです。今かなりのメヒシバが穂を出して盛んに花を咲かせています。色が濃いものが、片ばみですね。すぐそばによく似た、白爪草が生えてますが、よく似た形ですので間違えられることが多いので有名です。でこの片ばみは葉っぱが食べると非常に爽やかな酸っぱい味がすることでも知られています。このように簡単に、ここに生えている雑草について紹介しましたが、植物によって、その花をつける時期というのがそれぞれ違っています。春の早い時期から、夏のこの時期、あるいは秋に至るまで、その植物によって、花を咲かせる時期というのがそれぞれ、決まっていて、季節の移り変わりに従って花を咲かせていきます。で、種もつけるわけですが、この花を咲かせる時期というのがおそらく日照量であるとか、あるいは気温であるとか、ある程度の範囲を持って、決まっているんだと思いますが、一つ一つこういう雑草がどのような時期に何が花をつけるのかを見ていくと、その年の季節の移り変わりを知ることができると、非常に興味深いものの一つです。ですから皆さんももし身近なところにこういった雑草が生えている場所があるとしたら、その時その時で、毎週でもいいですから、あるいは毎月でもいいかもしれませんが、どういった植物が花を咲かせているのか、そういうのを記録していくと非常に面白いと思います。いよいよかなり雑草が伸びてます。1週間以上買ってませんので、かなり伸びてますから、今から芝刈り機で草を刈っていきたいと思います。
いつも繰り返しお話ししていることですが、今私たちは非常に便利な世の中に生きています。自分たちが生きていくために必要な衣食住の多くを外部に依存し、お金を払うことによってそれらを手に入れることができる、そういった世の中です。今日紹介しました、畑の周りにある空き地の草刈りですが、そこにはいろんな植物が生えてまして、いろんな季節の移り変わりを知ることができる様々な花を咲かせる植物がたくさん生えているということになります。単に草が伸びてるから刈ってるだけではなくて、実はそれはその敷地内にある畑で用いる植物性の堆肥を作るために草刈りを定期的に行っているということです。非常に細かいことを言いますと、エンジン式の仮払い機などに比べて、燃料もあるいは電気も必要ないものですから、人力で動くということもありますし、比較的安全です。ちょっとしたコツはいりますが、丁寧に使えば長く使えるものだと思います。で、結構広い敷地ですが、30分ぐらいですかね、全面きれいにすることができました。で、こういった効率性の高い器具は非常に有効ですので、もし皆さんが草刈りに悩んでいらっしゃるんであれば、ぜひ試していただきたいと思います。ただちょっと丈の長くなったものは刈ることができませんので、初めに丈の長い雑草は抜くこととか、あとは石ころなどがありますと刃が欠けてしまいますから、念入りにまず石ころを取り除くということは必要かもしれません。さて、植物の堆肥を作るために雑草を集めているというお話ですが、実はサイエンスラボの畑は震災以降耕作されていなかったため非常に痩せています。今そういったことも学びながら主に夏野菜を中心に育てていますが、土地が痩せていることがやっぱり主な原因だと思いますが、非常に育ちは良くないです。ですが農業に携わっている方からのアドバイスでは、なんでもっとたくさん堆肥を入れないんだと、あるいはそういうアドバイス、肥料をなんで入れないんだということをいろいろ言われたりもしますが、やっぱり初めにお話ししましたように、今さまざまな社会問題の原因に依存という問題があるんだと思ってます。ですから一つ一つ物事の仕組みを理解する体験教育活動、あるいは体験教育プログラムを作り上げる上では、まず私がまずは実体験して、そこからどういったものがプログラム化できるかというのを、教材化できるかどうかというのを試していく必要があるんですが、もちろん例えばホームセンターなどでたくさん肥料も売られてますから、そういうものをお金を払って購入すれば、土の肥沃、肥沃な土に変わっていって、十分な収穫ができるとは思うんですが、やはりそこにそういった肥料も含めて、堆肥も含めて自分で作って、そこの、得られたものをもとにして、畑にそれを戻し、収穫を得るという形で、できるだけ、お金を払って、何かを手に入れるのではなく、自分の、管理している中で、多くのものを賄うというチャレンジというのはすごく意味があるんじゃないかと思っています。もし先ほど、草刈りを行った、広大な敷地すべてを畑化してしまって、た場合、かなり、外部のから、堆肥などお金を払って購入し投入しなければならないということになるはずです。ですがやっぱり、そうしたことに、こだわらずにやっぱり自分の力でやっていくと、自分の力ではないですね、植物、雑草たちが太陽のエネルギーを蓄えて、
まあ、それを発酵させて、堆肥にしていくわけですから、まあ、私の力というわけではなくて、まあ、彼らが自分で、蓄えたエネルギーを、まあ、畑に還元していくということになると思います。人間社会というのは、都市化によって住宅がやっぱり各地に作られています。都市の中には食料を生産する農地というものはあまり見られないことが多いかと思います。ですがやっぱり私たちが生きるために必要なものというのは、誰かがどこかで作り、誰かが何かの方法でそれを、まあ、収穫なり、輸送なりして、どこかに、蓄えておいて、それをまあ流通させて、パッケージング化して販売してくれているから、我々は手に入れることができるわけですね。これは農業あるいは食料に限ったことだけではなくて、エネルギーや水道であるとか、あるいはガソリンも含めて、さまざまなインフラ、まあ、電気もそうですね、そういうものが、誰かがどこかで、作ってくれてるわけで、それをお金手に入れてるのが、まあ、そういう状況というのは依存ということになります。もちろん、そうした物事の仕組みを理解するためには、できるだけ手間のかかる方法で、どのようにそれらが作られているのか、どのように、まあ、野菜の場合は育つのかということも含めてですが、体験しながら学んでいくことになります。確かに、イベント化した場合には、ある特定の時期に、ある特定の作業にしか携わることがありませんので、よく田植えとか稲刈りなどがイベント化されていますが、実際にはその途中にさまざまな管理が必要ですし、日々成長していく様子というものも、実は本当は重要なんだと思うんですね。まあ、今いろいろな、まあ、検討しながら事業づくりを進めている、まあ、エネルギーって何だろう、まあ、そうですが、やっぱり私たちが生きていくために必要なものが、まあ、どのように作られているのか、そしてそれが本当に必要なのかどうかっていうものをよく自分の目で見て考えるっていうことは大切なんだと思います。ようやく梅雨が明けましたので、いろんなことができるようになると思います。短い夏かもしれませんが、この限られた期間の中で、どういったものができるか、そういったものを考えながら行きたいと思います。8月9日に、親子農業食育教室の夏野菜カレーを作ろうが開催されます。そこでは、今日ご紹介しましたような、芝刈り機を用いた草刈りも体験として、参加された子どもたちや保護者の皆さんにも、まあ、試しに、やってもらいたいなと思っています。また、まあ、ちょっと時期がギリギリかもしれませんが、福島県が推進しているチャレンジインターンシップという制度の受け入れ団体にも採択されましたので、もし、そういった我々の活動に参加してみてみたいという学生の方がいらっしゃいましたら、ぜひチャレンジインターンシップのホームページから申し込んでいただきたいと思います。あとで、お問い合わせ先などをリンクを概要欄に貼っておきます。これからもいろんなことを紹介していきます。ありがとうございました。